さて続いては昨日最終日を迎えましたゴルフの九州オープンです。大分カントリークラブ月形コースでプロアマ132人が参加し、4日間にわたり熾烈な優勝争いが繰り広げられました。最終ホールを終えまして林裕樹プロと藤島春夫プロが4アンダーで並び、勝負はプレーオフになりました。そのプレーオフ最初のホールでした。最終日3位からスタートの鹿児島出身37歳の林プロがバーディーを奪いまして、逆転で嬉しい大会初優勝を決めています。